マイプロジェクト TV の糸源です。オリンピックが開幕し、日々熱戦が繰り広げられているわけですが、オリンピックには魔物が住むという言葉があるように、選手たちにとっては特別な大会です。ああいう緊張の極限にさらされる中で、思うように結果を出せない選手もいれば、大舞台にでかいことを成し遂げる、そういう選手もいるわけだ。そこで今日は自己会話をご紹介します。自己会話とは、自分だったら絶対に優勝できると自分に言い聞かせること。オリンピックという大きな舞台で、ライバルがひしめき合う中、かつてない大きなプレッシャーと向き合う。絶対に優勝できるって言っても、まあ論理的に考えてみたら、絶対なんてね、どこにもないわけですよ。ああいう舞台って何が起こるかわかんないじゃない。特に明らかに自分より調子が良さそうな選手がいたらなおさらね。それでも自分なら絶対に優勝できる、金メダルが取れると、ある意味自分に嘘をつくわけだ。心理学でもこの自己会話によって自信をつけることで、普段以上の結果に結びつくことがあるとされています。昔からね、自己会話で自分のパフォーマンスを上げているアスリートっていうのは結構いて、野球だったら元巨人の桑田投手、マットのお父さんね。あの人も試合中になんかマウンド上でブツブツ言ってたし、最近だったらテニスのマレー選手とか、卓球の石川佳純選手とか、なんか試合中にブツブツ言ってますよね。あれくらいの選手だと、やっぱり自分のレベルっていうのもね、客観的に見れてて、やる前からね、今の自分だったらまあこれくらいの結果は残せるかなっていうね、予測ができちゃうわけ。これは今の自分のコンディションだとか、ライバルのパフォーマンスを見た上で、論理的に分析してるわけね。なので結果はまあ今の状況だったらこれぐらいだろうなっていうのは本当は分かっているんだけど、あえて自分に嘘をつく。お前ならもっとできるだろう、パッション。本当はね、今はそんな高みを目指すなんて無理だってことは分かってんのよ。分かってんだけど、できるだろう、そうだ、ポジティブな嘘をつくわけだ。あー、リビドー。もちろんスポーツに限った話じゃなくて、できるやつは自己会話を利用して自分の限界を超えまくっている。次のテストで絶対1位になる、絶対今月中に新規の契約を10件ゲットする。できるできるって念じるだけでできるかって思うかもしれませんが、自分にはできないなんて思ってたらね、本当にできることもできなくなっちゃうからね。本当はできるのに自分はできないっていうのも、これもある意味嘘ですよね。目標に対しプラスになるような言葉を非一人称で繰り返し自分に言い聞かせるのがポイント。お前はできる。この一言で生まれる自信もあるので、ぜひともお試しください。ということで今日のおさらいです。自己会話とは自分に嘘をつくことで力を発揮させる自己暗示法のこと。できるやつは自己会話で自分の限界を超えまくっている。できないっていうネガティブな考え方よりも、できるっていうポジティブな考え方、楽観的な人の方がね、いろいろうまくいくということだ。僕なんてね、超ポジティブなおじちゃんなんですけど、そろそろ人生うまくいってほしい。チャンネル登録よろしくお願いします。